西中島南方駅は、大阪府大阪市淀川区西中島1丁目にある、大阪市高速電気軌道未動筋線の駅。駅番号は、M14。地下鉄堺筋線と、阪急地里線の連絡乗車券は、天神橋筋6丁目駅経由指定であり、当駅での直接乗り継ぎはできない。幅4.2メートルの相対式ホーム2面2線を、有する高架駅。軌道びホームは、 国道423号の双方車線に挟まれる位置にあり、地上を走行する阪急京都本線を高架でまたいでいる。改札口は駅の南北両端の地上部にある。他の御堂筋線の高架駅は島式ホームなのに対して、当駅は唯一相対式ホームとなっている。これは当初は多駅と同様に島式ホームにする予定だったが、 周辺の区画整理事業の遅れにより、未動筋線の建設が新未動筋との同時施工から、通常の用地買収方式での未動筋線のみの単独施工に変更されたため、相対式ホームに設計が変更されたことによる。商工設備は、北改札内、南改札内ともに、各ホームに上りエスカレーターとエレベーターがある。新大阪駅とは、 駅間距離がわずか700メートルしか離れておらず、当駅ホームから新大阪駅ホームや、そこに止まっている電車が見える。トイレは北改札内、南改札内のそれぞれにあり、どちらもオストメートに対応した多機能トイレがある。当駅は梅田管区駅に所属し、中津駅が管轄している。2020年11月10日の1日。 上降人員は5万5978人である。阪急南方駅付近から西中島南方駅南口を望む、駅周辺は北に隣接する新大阪駅から市街地が連帯しており、オフィスビル、ホテル、マンションのオフィス街や居酒屋、風俗店などの歓楽街が入り混じっているため、昼夜人通りが絶えることがない。駅南側に地下鉄西中島南方停留所。 駅北側に西中島停留所があり、大阪シティバスにより運行される以下の路線が発着する。大阪で初めて2つの地名を合体させた駅名と言われている。駅名の決定にあたっては、周辺住民から旧自治体名に由来する広域地名である西中島と西中島町の旧大技の一つで、阪急の駅と同名である南方の2つの案が提示されていたが、 両案を合体させる形で決着した経緯がある。ただし、阪急の駅は南方と静音であるのに対し、当駅は西中島南方と濁音である。異なる地名が合体する例は、大阪メトロの駅名ではよく見られ、特に谷町線に多い。ありがとうございます。